ゴルファーは2種類存在する。スコアを重視する方と、スコア以外のものに重きを置く人。皆さんこんばんは、原田ゴルフ、原田周平です。今日はですね、この私の YouTube チャンネルをご覧になっている方々に、こんなゴルファーになってもらいたいという、そのゴルファーの心得というかですね、マナー、エチケットみたいなところを、解説していきたいと思います。初心者の方から上級者の方まで。あ、俺これやってるなとか、まあ、僕自身も戒めを込めて今日やりますんで、他のね、ゴルファーの見本になる、素晴らしいゴルファーになれるというふうに僕思いますんで、ぜひね、最後まで聞いていただけたらなというふうに思います。参考文献はですね、夏坂健ですね、ゴルフのエッセイをですね、いろんなエッセイを書いている、方です。私、この夏坂健の本はね、何十冊も持っているんですね。その中でですね、ゴルファーとはどういうものなのかというところをですね、書いてあるところ、ここをですね、ちょっと皆さんにご紹介していきたいなと、思いますね。はい。でね、まず、夏坂健さんが、僕じゃないですよ。夏坂健さんが言っていること、としてはですね、食材的に言うとですね、こういう風に言ってます。僕じゃないですよ。知性派と非知性派。ね、上品と下品、ね、ゴルフが似合う人と似合わない人、一緒にプレイするしたい人とごめんこうむりたい人、バカの棒振りと賢者の散策、ね、成金の悪趣味と精神貴族。僕じゃないですからね、この本の中で書かれていることね。つまり、スコアっていうものに対して、スコアを重視してしまう。スコアだけを意識したゴルフをしてしまうと、どうしても、下品になったりとか、成金趣味というか、ちょっとこう、あまり、いい方向にはいかないというふうに言っておりますけれども、ゴルフってどうでしょうかね。スコアだけじゃない部分で楽しんでいるはずなんだが、どうしてもスコアがうまくいかないと、どうしても、いろんなところで圧力が出てくるというところがあるわけです。そこで言うと、どういうゴルファーになったらいいかということを、この書籍の中で書いてあるところ、文面があるので、そこを紹介したいと思います。これはですね、かの有名なハリー・バードン、オーバーラッピンググリップを開発したイギリスの伝説のゴルファーですね。バード、ハリー・バードンです。が亡くなる前日、つまり1936年ですね。その時に雑誌のインタビューで語った文面です。まあ、ここにはですね、ちょっと書かれているので、ちょっと読みますけど、ゴルフほど万人向けのゲームはない。誰だって好きにならずにいられない魅力に満ち溢れている。しかし、だからといって誰もが立派なゴルファーになれる保証はない。一人前になるためには、次に述べる5つの約束事だけは必ず守ってほしいというふうに書かれております。じゃあその5つをちょっとね、僕じゃないですよ。ハリー・バードンさんが言ってた言葉。これをちょっとね、紹介したいと思います。1つ目、たとえ口が裂けても、人のプレーに干渉しちゃいけない。ね。断固沈黙せよって書いてあるんで、これね、非常に、まあ、僕はね、ラウンドレッスンとかもあるので、ちょっと干渉してしまいがちなんですが、だから私、奥さんとゴルフするとき全く干渉しないんですよ。ね。もう、好きにやると。楽しくやる。で、最後にちょこっとアドバイスする。そんなぐらいですね。だからラウンドレッスンのときは違いますよ。ただ、これがですね、通常でもやろうとしてる方が多いんですよね。例えばですね、これありますね。人のパッティングに即座に批判を言う人。批判なのか、批判ではないんだけれども。例えば、もったいないとかね。強いとか、打ってないとかね。うん、打った後にすぐ言う人ね。これはね、言葉が短いが、人間の本質は末端に露呈されるというふうに書いてますね。はい。自分の失敗には言い訳を用意し、人のミスにはおせっかい発言するゴルファー。これになるだけはやめようというふうに書いてあります。やはり、その現象を言いたくなるんですが、そんなの訴えに本人がよくわかっているから、そのままにしておきましょうと。
そこから、まあ、終わりがけにね、あ、ちょっとタッチをこれから練習してみようとか、そういう一言があればいいのかな。まあ、先輩としての意見ぐらいにしておいた方がいいと思います。だから、なるべく断固、沈黙せよ。これをね、まずは、心に留めておきましょう。はい。じゃあ、二つ目何か。自分に厳しく、他人に優しく。ね。単純に、自分がプレイしていて嫌なことをするなっていうことにはなるんですけれども、具体例を言うとね、これ、パッティングでラインをまたぐ人ね。はい。めんどくさいからまたぎたくなるんですよ。まあ当たり前なんだけれども、なるべく遠回りしてほしい。うん。で、またぐっていうのはね、人によって自分がこのラインはこのぐらいだろうってまたぐんだけど、プレイヤーからするとそこ踏んじゃいけないんだよなっていうのがあるわけですよ。で、ここで言うとまたですね、ラインなんか関係ないし、そんな入ってないでしょとかいうところあるんだけれども、これはね、精神的な話なの。つまりこれは、入るか入んないか 1%、0.5% の確率が下がることをしてほしくないわけですよ。踏むとそこが凹むでしょ？いや、前の人が凹んで踏んでたかもしれないじゃない、じゃないんですよ。それ以上に確率を下げてほしくないというのが、まず言えることなんですけれども、かのね、有名な旧姓ボビー・ジョーンズはこういうことを残してます。パッティングラインとはゴルフにおける聖域であり、そこが踏まれた時、私は泥靴で踏まれたのと同じ不快を感じるというふうに言われてますね。なので、なるべくですね、そういう自分が大事にしている部分を踏みにじられるというね、そういう気持ちになるんですね。これね、ゴルフやってると。なので、なるべくまたがない。遠回りする。そうすることによって、あ、この方っていうのは、プレイをしていて、人のなりが分かるということもありますし、このことについて言えば、イギリスの最初、ゴルファーとしても有名なアーサー・バルフォアはこういう言葉を残しています。自分が楽しみたかったら、まず相手にも楽しませてあげなさいというね、そういう言葉を残していますので、ぜひ、ね、そこもちょっと実践していただければなというふうに思います。三つ目です。これはね、ルールに関してのことなんですけれども、ルールは二つだけ承知していれば十分。それは何か。あるがままでプレイし、そして自分に優位に振る舞うな。この二つですね。これはね、難しくルールをこうね、解釈して、自分の有利に振る舞う。自分の有利な方向に持っていくっていうのが、まあそれはね、試合だとか戦いでは必要なのかもしれない。ただ皆さんがゴルフを楽しむっていうのは何なのかという本質を理解していただければそうではないというふうに書いてます。ね。なのでできれば、ね。自分が有利じゃない方向というわけではないけれども、あまりにも有利に振る舞うなということですね。6インチプレースって6インチってこのぐらいとかね。そういうところ、少し、考えていただければいいのかなと。もしくは、自分がこのルールブックまで読んでまでですね、その最低を考えるよりは、ちょっと、不利な方向に解釈していけば、誰も文句は言わないと。そのぐらいの感じでゴルフをしていただければな、というふうに思うわけです。四つ目。これがね、結構、本質ですけれどもね、ゴルフの本質。必ず誰かが見ている。っていう言葉ですね。はい。ゴルフっていうのは、審判がいないスポーツなので、どうしても自分に先ほど言ったように優位に振る舞いたくもなる。そしてこの言葉っていうのは、この書籍にも書いてありますけれども、この言葉は背筋が寒くなる暗湯に満ちて、愕然とさせられる言葉だと。まあそうですね。誰かが見てるんです。なので、自分に対して嘘をつかずゴルフをすると。これが、その後のプレイに生きてきますから。つまりですね、まあ、ゴルフとは疑わしきものが暗黙の中で罰せられるスポーツだと。ね。単純に言えば、明快に振る舞うのがコツ。ここがポイントになっております。はい。さあ、最後、五つ目、最後ですね。これはね、簡単。誰もがやるべきことなんですけども、脳がけが垂れる暇があったら、まずボールを打て。まあ、とにかくこれは練習しようということ。はっきり言いますけど、ゴルフ俺上手くなんねえんだよなっていう風に悩む方もいると思うんですが、めちゃめちゃやってます。ゴルフが上手い方っていうのは、
人が見ていないところでとんでもないほどやっているんだということだけは覚えておいてください。で、やってるのって聞くと、やってます、週に1回はい、そうですか、じゃあそのぐらいですねになるわけですよ。じゃあその時間がない、でもそれはその中で楽しめばいいだけで、それはそれなんです。その人にとっての練習法はそれだけでも構わない。だけど本当に上手くなりたければもっとやるんだと、まあ、そこら辺の、自分の今いる環境から考えて練習しっかりできているんであればそれはそれでよしということでね、それは僕も思うし、ここにも書いてありますのでね、もっとやるけどできない、それは全然構わないです。その中で一生懸命練習していただければなというふうに思うわけですね。はい、ということで今日はですね、那須田健さんのこの、本書籍ですね、微笑みゴルフかな、微笑ゴルフね、この本からですね、ゴルフのエスプリを語るということでですね、どういうゴルファーになるべきかということをちょっとお話ししてみました。5つ、これはハリー・バードンさんが考え、最後にお話しした、どういうゴルファーになるべきかの5つの条件ですね。1つ目が、たとえ口が裂けても人のプレーに干渉してはならない。断固、沈黙せよ。2つ目が、自分に厳しく他人に優しく。そして3つ目が、ルールは2つ承知していれば OK。ね、すなわち、ある側でプレーして、自分に優位に振る舞うな。そして、4つ目。誰かが見ている。必ず誰かが見ている。そして、5つ目。脳が垂れる暇があったらボールを打てと。ここら辺のね、5つの、考え方からですね、皆さんですね、いいゴルファーになり、誰からでもね、誘われるような、そんなゴルファーになっていきましょう。この YouTube チャンネルを見ているね、私のチャンネルを見ている方は、ぜひね、そういうゴルファーになっていただければな、というふうに思います。ということで、今日はこのぐらいで終わりますけれども、このチャンネルでは私の、長年のね、レッスン経験を毎日、更新しているので、ぜひともですね、チャンネル登録とコメントと高評価、これ3つよろしくお願いいたします。あとですね、オンラインサロンでは、毎日ですね、悩めるゴルファーの相談窓口ということで、ぜひともですね、遠隔でレッスンしてますから、ぜひとも参加してみてください。一緒にね、一緒にゴルフ、上手になっていきましょう。私がサポートします。ということで、今日はこのライブ終わります。さようなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他、オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。